四日市製紙、四日市製紙株式会社、四日市製紙は、明治から大正にかけて存在した、製紙会社である。三重県四日市市に本社を、静岡県富士郡、現、富士宮市に、生産拠点を置いていた。水力発電所を建設し、電力供給事業も兼営した。末期の社長は、製紙王と呼ばれた、実業家、大川平三郎。 四日市製紙は1887年、明治20年12月に設立されたが、その起源は、水谷真郷左衛門という実業家が経営していた、製紙工場である。この工場は、三重国四日市町、現四日市市浜町にあり、藁を原料とするパルプ、藁パルプを生産、それをもとに、手すきで、木ボールなどを生産していた。これを買収し、 正式を用いる機械式工場に転換するのを目的に設立されたのが四日市製紙である。当時第一銀行四日市支店長であった八巻道成が提唱し、八巻のほか、第一銀行頭取の渋沢栄一、東京の製紙会社、有恒社、後に初代王子製紙に合併されるの関係者、京都の首相、中井三郎兵衛。 四日市の区肝7などが出資して設立された。このように、四日市、東京、京都の三社の共同事業であった。創業開始当初は有限会社であったが、1893年、明治26年に株式会社に改祖している。四日市製紙の本社工場は、1890年、明治23年10月に創業を開始した。後に合併することになる。 静岡県の富士製紙の創業開始と同じ年である。アメリカより輸入した、正式一台を設置し、創業を始めたものの、運転が不調で生産は伸び悩み、経営面でも損失を重ねた。そこで、会社は1893年、当時渋沢と共に、王子製紙に在籍していた大川俊夫を技術顧問として招き、大川の指導のもと機械の改良を行った。 日清戦争、1894年から95年、とその後の紙需要像に応じて、四日市製紙は木材を原料に用紙を生産する、新工場の建設を立案する。工場用地は、静岡県富士郡芝生、村、現、富士宮市の富士川と芝川の合流点が選ばれた。同地が選ばれたのは、原木の入手が容易で、水力も利用可能であったためである。 ところが、新工場の建設工事を行っている最中の1897年、明治30年8月15日、本社工場が全焼してしまう。火災保険がまだ普及していなかった時期で無保険であり、新工場建設に注力するために本社工場再建は断念された。こうして、四日市製紙は本社を四日市に置いたまま生産拠点を 静岡県に移すこととなった。新工場は本社工場消失の翌年1898年、明治31年12月1日に創業を開始した。新工場にはアメリカ製の正機1台とアリュー産木材パルプ製造用の木釜、それに細木パルプ製造用のグラインダーが設置された。生産品は新聞用紙であった。その後、 芝川の新工場には1906年、明治39年6月、1908年、明治41年12月に、それぞれ一台ずつ正式が増設されるなど、工場の拡張が順次行われていった。1893年に、四日市製紙の技術顧問となった、大川平三郎は、当時は、王子製紙に在籍していたが1898年に、 同社を退職。共に王子を退職した技術者や職工など40名、あまりと共に工場建設中の四日市製に移籍してきた。同年末には四日市製紙の専務取締役に就任した。しかし大川と共に移籍したものと従来からの四日市製紙の従業員との相性が悪く、大川自身も株主らと対立したため、引き連れてきた技術者。 職ーらと共に1901年、明治34年上海の製紙会社へと再移籍し、1903年、明治36年には専務も辞任して顧問に戻った。この後、大川は上海から日本に帰国、熊本県の九州製紙や岐阜県の中央製紙などの経営に関わり、1908年に取締役として四日市製紙に復帰した。 また株式の取得も進め、1913年、明治45年の時点では、全株式の5.0%を保有する、筆頭株主となった。1918年、大正7年には社長に就任する。四日市製紙は、大川家製紙会社の一員として、カラフト工業の設立にも参加した。大川は19 19年、大正年月、 当時の大手製紙会社である富士製紙の社長に就任した。それから5ヶ月後の同年11月、大川が社長を兼ねる富士製紙と四日市製紙の合併が決定した。四日市の株主の一部から合併反対の動きがあったが、翌1920年、大正9年2月に実行され、富士製紙は四日市製紙に吸収された。四日市製紙の工場は、 富士製紙に合併された後、1933年、昭和8年より、王子製紙芝川工場となるが、戦時下で、軍需工場に転換するために1943年、昭和18年に創業を停止、王子鋳造として分離された。戦後は、製紙業に復帰し、王子鋳造は1960年、昭和35年には、芝川製紙に、社名変更。 後に新富士製紙に合併し、富士製紙、二代目、王子特殊紙を経て2012年、平成24年により、王子エフテックスという社名となった。旧四日市製紙の工場は、王子エフテックス東海工場芝川製造所として2012年現在も、創業している。芝川工場では創業開始当初から、水車の動力で発電する発電機を設置し、 工場照明用の電力を自家発電していた。1908年、明治41年5月より、四日市政市は、余剰電力の供給を開始し、工場のある芝生村と藤川下流部の伊原郡、藤川町への送電を開始した。1911年、明治44年8月、芝川流域に、大久保発電所、現、中部電力西山発電所が、完成。 本格的な電力供給事業を開始する。富士製紙との合併直後の1920年、大正9年4月には、下流側に、河合発電所、現、中部電力長官発電所も完成したが、富士製紙との合併を機に撤退することとなり、同年11月静岡電力に、電力事業は譲渡された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。